はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、レンマペンケースの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、この動画を収録しているのが2021年4月の中頃になります。でですね、ちょっとですね、先日自分びっくりしたことがありまして、なんとですね、このレンマペンケース、自分結構筆箱紹介で他の人とかも使ってたりなんか紹介してるのをまあ見かけて、うん、なんか欲しいな、でもこれどこで売ってるのかなとかいろいろまあ見てみますとですね、なんとですね、自分の活動圏内のところにね、リアル店舗があったんですよね。いや、驚きました。ずっとね、その辺近く、ね、歩いたりしてるんですけど、まさかここにあるとはっていう感じでした。はい、でね、まあ実際お店に行ってみるとですね、このレンマペンケースって主にね、2種類ほど大きく分けて、テイストの違いがあるんですけど、そのね、2種類ともですね、しかも自分が好きな色がなんとね、あった感じなんですよね。でね、両方とも見てね、ああ、これどっちしようかなって、非常に悩んだんですけど、うん、ちょっと待てよ。これ2つ、まあ今回買ってみて、それの経年変化、まあその違いみたいなもね、見ていけたら面白いんじゃないかなと思いまして、ちょっと頑張ってですね、2個購入してまいりました。はい、でね、自分結構ペンとかのね、経年変化ということでずっとまあ定期的に追い続けているんですけど、同じような感じですね。まあ今回紹介するレンマペンケース、はい、エイジングしていくとどんどんね、すごく色が変わっていくやつなんですよね。まあ育てる楽しみがあるやつなんで、うん、まあ自分結構ペンとかも持ったりしてるんで、でまあ筆箱とかもね、結構いっぱい持ったりする方なんで、はい、じゃあこれをずっと育てていったら、まあどのような違いがね、その2つに対してあるんだろうかとか、まあその辺もね、見ていけたら面白いかなとか、いいんじゃないかなと思いましてね。はい、動画を撮ることにしました。ということでですね、まあ今回はですね、まあその一番最初の起点となるね、購入した2021年4月のね、様子っていうのをまあ皆さんに紹介したいなと思います。まあ筆箱自体のもっと詳しい紹介っていうのはね、まあ今の段階ではそのところまで調べてない感じで、また後日やりたいなと思うんですけど、ぜひですね、まあこの起点、はい、まあこれ、それを確認とですね、まあそのテイストの違いみたいなのをまあ確認いただけると嬉しいなと思います。はい、ということでですね、まあ今回の動画もぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでですね、まあ自分がね、まあ購入したお店の方のね、ちょっとこれまあ名刺というかね、なんか宣伝のカードみたいなのがあるんですけど、それいただいてきたんで、それを紹介したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。まあ、ちょっと拡大していきますね。これレジの前のところに置いてあったんですけど、はい、まあ、今回ですね、自分が購入したやつ今から出すんですけど、それを購入したお店、はい、ここになります。フリースピリッツさんっていうところになります。これちょっとね、立ち位置がですね、まあ後でちょっと表に、自分表というか図にしたやつがあるんですけど、はい、そちらをねちょっと見ながら確認していただきたいなと思うんですけど、まあ、こんなお店で手に入れることができました。結構ね、まあセレクトされた革とかをいろいろ置いてあったり、はい、すごくシャレた感じ感じのいい感じの雰囲気のお店でした。まあ、これはハッピーバースデーみたいな感じで書いてあって、まあ、これだけのやつなんですけど、まあ、他にもですね、いろいろとなんか置いてあった感じになります。店員さんのスタッフのなんか名刺みたいなのもいろいろ並べてあった感じですね。で、ここのところ各種 SNS の方とかもされてるようなんで、ぜひですね、まあ、いいなと思われた方はね、調べていただいたりとか、いいねとかね、していただけるといいと思います。はい、ということでですね、まあ、自分がですね、お迎えしたやつ、はい、出したいなと思います。またね、パッケージに戻したんですけど、こちらになります。じゃーん、はい、こんな感じです。じゃ軽くですね、ちょっと紹介したいんですけど、これ箱がですね、結構これすごいんですよね。なんかすごいおしゃれな感じなんですけど、これ片押しがこういう風にされてる感じです。はい、なんか非常におしゃれですよね。で、まあ自分が今回ね、購入したレンマのペンケース、はい、こういう風に2種類あります。はい、一方がですね、これプエブロのナポリっていうやつです。で、もう一個に関してはこのプエブロじゃないやつのナポリになります。まあ、同じレンマのペンケースなんですけど、こんな感じで違いがあるという感じになります。で、これね、まあ色なんですよね。これナポリっていう色なんですけど、結構黄色がかった色合いになります。で、他にもね、なんかいろんな色があったりして、まあそれぞれいろんな名前がついたりしてるんですけど、はい。まあこんな感じで、まあお迎えしたよという感じです。じゃあちょっと箱の方をね、今から開けていきたいなと思います。じゃあオープンしていきます。はい、まあ、中からですね、こんな感じで、はい、筆箱が、まあ、見えてる感じなんですけど、じゃあこれちょっとね、取り出してみますね。一見ちょっとよく似た感じなんですけど、まあ、拡大してみるとちょっと違いがあります。
まあ、まずはですね、こちらの方に行きましょうか。はい、こちらの方がね、スタンダードなタイプのやつになります。これが昔からあったやつなんですよね。はい、まあ、こんな感じの革です。で、これに対してですね、はい、こちら。はい、わかりますかね？なんか、表のところがすごいなんか毛羽立ったような感じになってます。はい、この毛羽立ったやつの方が、これがプエブロのやつになります。で、こちらの方がそうじゃないやつになるんですよね。はい。というようなね、感じの、まあ、こういうふうなコロンとしたような、まあ、筆箱なんですけど、はい、ちょっとですね、まあ、先ほどのですね、お店の、はい、こちらですね。はい、まあ、ちょっと関連性と、あとはこれのね、ペンケースのことについてちょっと紹介したいなと思います。ちなみにここのところにこのレンマって書いてあって、この下のところちっちゃいんですけど、わかりますかね？メイドイン神戸っていう風に書いてあります。はい、そうなんですよね。これ兵庫県の神戸なんですよね。まあ、こちらに関してもね、まあ、同じように書いてあります。はい、まあ、今の段階では結構こういう風に見えやすいんですけど、これちょっと使っていくとどうなのかな、ちょっとわかんないです。でもちゃんとこれ上からガンって型押しみたいなのがされたりしてるんで、まあ、すぐまあ、印刷とかで消えるとか、まあ、そういうわけではなかったりします。うん、まあ、ここのところのファスナーも非常にね、これ綺麗なファスナーが使われてるんですよね。はい、ということでね、じゃあちょっとですね、この会社のことについて紹介したいなと思います。じゃあまずはね、こちらの方を出します。はい、こちらなんですよね。はい、実はですね、これ自分が買ったお店っていうのが、このフリースピリッツさんっていうところになります。これがですね、リアル店舗とおよびウェブ店舗の方されている感じです。はい、まあ、こういうお店の名前なんですよね。でもですね、これをね、運営している会社さんがあります。はい、そこはですね、株式会社プリンシプルさんっていうところになります。これがね、どこにあるかと言いますと、兵庫県の神戸市の元町にあるんですよね。はい、まあ、元町にあるね、結構有名なお店結構あります。はい、まあ、国営&コーさんって皆さんご存知ですかね。まあ、この動画をご覧の方も、あそこ行ったことあるよとか、あそこ憧れとか、そこで買い物したことウェブとかであるよという方もいらっしゃると思います。もうそこのところにすぐ行けるというようなところにあるんですよね。で、設立年が、まあ、2013年になります。比較的新しいブランドですね。まあ、ここの会社が、まあ、運営しているこのフリースピリッツさんっていう、まあ、店舗でオリジナルブランドとしてね、出てるっていうのが、まあ、今回紹介するこのレンマっていうやつなんですね。はい、まあ、こういう風なオリジナルブランドになります。まあ、そこから出てる、まあ、ペンケース、これが、まあ、通称レンマペンケースと言われるやつになる感じですね。個人的にね、これ初めね、このレンマっていうね、なんか会社自体があるのかなと思ってたら、まあ、実はこういう風な関連性になってるよっていうのをね、はい、皆さん知っておいてください。はい、でですね、まあ、2個ね出したんですけどね、まあ、この2つなんか表のこの、はい、なんか革の感じが違いますよね。まあ、この2つをまとめたやつがこちらになります。はい、こちらになるんですよね。はい、まあ、ちょっとね、これ間を空けた感じなんですけど、このつるっとした方ですね。はい、まあ、こちらの方が、まあ、レンマペンケースになります。でね、こちらの方なんですけどね、ちょっといろいろこういう風についてるんですよね。レンマプエブロバルコ、このバルコっていう意味がちょっと自分よく分かんなかったんですけど、はい、レンマ、まあ、プエブロ仕様の、まあ、ペンケースっていう感じになります。で、カラーに関してはね、自分ナポリっていう黄色の色にしました。なんかね、ウェブの方ではもっと黄色いような感じに見えてたんですけど、まあ、実物はこんな感じの色合いになってます。まあ、どっちかというとちょっとキャラメル的な色合いかな。こんな手袋みたいな黄色をちょっと想像してる方はちょっと違うと思ってください。まあ、こんな感じの色のやつになります。でね、価格に関してはなんですけど、はい、普通のやつの方は5500円税込み。まあ、これに対してこのプエブロ仕様のやつが、まあ、6600円の税込みになります。若干ちょっと高くなってるんですよね。というのもですね、この、実はね、元、これ素材なんですけど、これ同じ革が使われてるんですよね。じゃあ、プエブロってこれどういうことかと言いますと、これ表のところがね、こすってあるんですよね。こすってこういう風な感じの、毛羽だったような、こういう風な風合いというか、こういうのを出されてる感じになります。まあ、これによってですね、まあ、見た目がなんかちょっと質感的に、お、なんか変わってていいなとか、あとは傷がね、ちょっと目立ちにくいっていう風な、まあ、メリットとかもあったりもします。あとはですね、結構メンテ的にもね、そこまで気にしなくてね、良くなったりとかね、なんかそういうような感じで、このプエブロって結構最近すごく人気だったりもします。で、このね、ミネルバリス塩っていうやつなんですけど、このリス塩っていう、まあ、言葉がですね、はい、まあ、これがイタリア語で、まあ、滑らかとか、なんかそういう風な意味合いみたいです。かなりオイルを含んだ革です。なんでちょっと傷をついたとしても、まあ、指とかでこういう風にすると、まあ、そのオイル分とかがバーって上がってきて、はい、傷が結構目立ちにくい革が使われてる感じになります。はい。で、まあ、革とかのね、まあ、いろいろ仕様とかも、これ話してると、いろいろキリがなかったりするんですけど、はい、まあ、イタリアのね、まあ、有名なタンナーさん。はい。まあ、革をね、なんかこういう風に剥ぎ取った後、まあ、それをなめすっていう作業をするんですけど、はい、まあ、それのね、有名なところ、イタリア産のね、
バダラシカルロチャっていうところです。はい、まあ、そこの、まあ、バルケッタ地方、西方っていう風なね、やつで、まあ、舐めされてるっていうやつになります。まあ、単人舐めしですね。まあ、クローム舐めしとかいろいろあったりする、重金属を使ったやつがあるんですけど、まあ、それに対してね、天然素材の、まあ、単人舐めしがされてるっていう風な、まあ、エイジングを楽しめる革という感じになっております。まあ、ここにもね、いろいろ注意事項とかあったりするんですけど、ちょっとね、この動画ではね、まあ、経年変化のことなんで、まあ、その辺ぐらいで置いておきたいなと思います。じゃあ、ちょっとね、これの特徴なんですけど、はい、まあ、どちらでもいいんですけどね、まあ、ファスナーをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、はい、このファスナーがね、こういうふうに三角形の綺麗なやつになってます。これ YKK のね、ブランドのね、しかもその中でもかなりいいやつがこれ使われてる感じになります。はい、YKK。はい、まあ、こんな感じで。このペンケースに合わせてがこういうふうな三角形のやつになってて綺麗ですよね。で、ここのところにもなんかチャームとかも通せるようになってます。で、まあこういうふうにグーってこういうふうに開くことができて、中身に関してはこんな感じにパカッと開くようになってます。中のね、ちょっと色合いもね、違う感じなんですよね。で、これ物によっては中になんかあれですね、数字はまあ書かれているような場合もあるかもしれないんですけど、まあそれはもう革本来のちょっとそういうような特徴があるよっていう感じになります。でね、このね、内側のところもね、これ綺麗にこういう風に処理がされてるんですよね。ここのところバーってなんかね、橋みたいなのが出たような状態になってるやつもあるんですけど、これちゃんとなんか上から皮をかぶせてるみたいな感じになってるんで、結構中も妥協せずに綺麗に作られてるなと思います。でもですね、お値段の方はですね、ちょっとお値段以上ぐらいのクオリティがあるかなと思います。こういう風に触ってみても結構肉厚だったりするんですよね。で、細部にわたるまでかなり処理がしっかりされてるやつなんで、これは結構育てがいがあっていいなと思います。うん、ファスナーもこんな感じでね、すごく滑らかでね、はい、綺麗な作りになっておるというような感じになってます。はい、でですね、まあ、これがですね、まあ、自分が購入した2021年4月段階の状態になります。じゃあ、それぞれをですね、下のところに白い革を引きまして、上から撮影したやつがあるんで、まあ、そちらの方を出したいなと思います。はい、それがこれらになります。はい、まずはこちらがプエブロのやつですね。はい、まあ、これを上から撮ってみたやつになります。じゃあ一方ですね、普通のやつですね。はい、まあ、それはこちらになります。はい、こちらです。はい、まあ、こうしてみると、やっぱりこの皮の様子みたいなのがこういうふうに違いますよね。はい、まあ、これが普通の滑らかな方。これがプエブロのやつですね。はい、まあ、これらがどのように変化していくのかっていうのを追いかけていきたいなと思います。なんかね、お店屋さんの話曰く、このプエブロのこちらの毛羽だった方ですね、こちらの方がより早く色が進行していくんじゃないかなという感じです。でも最終的にはですね、この毛羽だったやつとかもだんだん寝てきて、色に関しても一緒な感じになってて、最終的には一緒な感じになっていくよみたいな感じなんですけど、ちょっとその過程っていうのもね、楽しみですよね。で、最終的にどのようになるかというのが、これお店の方でね、ちょっとサンプルみたいな感じで、まあ、こんなだいたい色という目安があるんで、それをちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。こちらになります。じゃあ、はい、これね、まあ、行ったお店のこれ、まあ、カウンターのとこなんですよね。まあ、他にもこんな感じで色がいろいろある感じなんですけど、自分はまあこの中でも比較的まあ黄色めの色、はい、まあ、こちらのナポリっていうやつを行きました。でね、ここのところにですね、まあ、ちょっと違うメーカーさんのやつがあったりするんですけど、大体なんかこんな感じの色合いになっていくんじゃないかっていう感じの、まあ、目安みたいなんですけど、うん、すごく飴色でなんかいい感じですよね。なんか玉ねぎをなんか炒めたような感じのこういうの飴色なんですけど、はい、まあ、こういう風な感じに最終的にはなっていくっていう風な感じです。はい、まあ、こうなるまでね、一体どれぐらいの月日がいるかとかそういうのは分かんなかったりするんですけど、なるべくね、両方、まあ、並行して、まあ、同じぐらいのヒントですね、まあ、いろいろ使っていきたいなと思います。うん、まあ、最終的にはああいう風な色になったりはするんですけど、今はちょっと結構黄土色みたいな感じの色なんで、まあ、個人的には黄色いペンいろいろ持ってるんで、それらを結構入れて、まあ、楽しみたいなと思います。まあ、例えばこんな感じのやつですね。まあ、こんな感じで、まあ、他にもいろいろバーってあったりするんですけど、黄色のペンとか自分持ったりしてるんで、まあ、結構黄色いペンの構成とかね、まあ、黄色にこの合う色とかをまあ入れたりとかして、まあ、筆箱を作っていきたいなと思います。また筆箱紹介とかでもね、これ使ったやつ出したいなと思うんで、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思います。もう中に関してはね、むちゃくちゃ入るんですよね。今これ適当になんかペン、まあ、出してきたんですけど、もうこんなんでも、もうがっつり入るよっていう風なサイズになります。まあ、これがですね、ちなみにまあ、10、
5センチさらにちょっとあるような、まあ、こんな定規なんですけど、これもこういう風にスッて入るぐらいなんで、はい、かなりいいと思います。ただ中がですね、これ仕切りとかはなかったりするんで、はい、ちょっとペン同士がカチャカチャ当たるかなっていう感じなんですけど、まあ、ざっくり、まあ、入れていただくのにはかなりいいやつになります。まあ、個人的にもそこまですごくペン一個一個シースにやってみたいな感じで結構神経質にやってるわけではなかったりするんで、はい、まあ、これで気軽に入れて持ち歩いて楽しみたいなと思います。はい、というような感じでですね、まあ、これが4月の状態でした。またいつになるかわかんないんですけど、はい、次のやつも出したいなと思いますので、まあ、楽しみにしておいてください。はい、というような感じでですね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。